はい、皆さんこんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。ということで、まあね、今ね梅雨ですからね、まあジメジメしておりますし、まあ今日もね時折ちょっと雨が降ったりとかね、したんですけども、まあこのね梅雨の時期に、よく見られる生き物、動物といえば、そうですね、カタツムリですね。まあいろいろね、まあカエルもあるやろというね、ツッコミが来そうですけど、まあいろいろね、まあこの時期はいろいろ、この時期特有のね、生き物たくさんいると思うんですけども、今日はですね、カタツムリを取り上げてお話したいなと思います。まあ以前ね、カタツムリにね、寄生する寄生虫のね、お話をしたと思うんですけども、今日はそのカタツムリ自体をですね、ピックアップしてお話したいなと思うんですけども、まあカタツムリね、まあ皆さんどういうイメージありますか？まあこの雨降った時にね、なんかドゥレーンってね、ヌメヌメって出てきてね、うわカタツムリやんみたいなね、まあのそのそしてますから、まあ捕まえやすいですしね、まあ子供の頃によく捕まえたよっていう方もねたくさんいらっしゃるかなと思うんですけども、このカタツムリね、これねめっちゃすごいんですよ。もう驚異的な進化を遂げたと言っても過言ではないっていうぐらいね、カタツムリすごいんだよっていうね、まあお話とですね、まあカタツムリねよく見かけるところがねあると思うんですけども、そんなことしてたみたいなね、いうお話になっておりますのでね、ちょっとね、まあ興味深いお話かなと思います。で、カタツムリですね、どういうね、動物のグループに属するかというとですね、まあ軟体動物なんですね。まあ軟体動物と聞くとですね、何がね、思い浮かびますかね。まあ等足類、軟体動物の等足類って言えばですね、タコとかイカですね。うん。で、あとは、タニシとかね、あとはウミウシなんかもね、軟体動物に挙げられますけども、まあ、カタツムリはですね、軟体動物の腹足、お腹に足と書いて、腹足類に、属しているわけなんですね。で、まあ、要は、巻貝ね、まあ、貝の仲間なんですよね。うん、あと、二枚貝とかも、軟体動物ですから、このね、カタツムリね、何がすごいかっていうとですね、海に住んでいた巻貝の仲間が、地上生活に適応して進化した貝なんですよ。むしろ、唯一と言ってもいいです。はい。まあ、同じね、仲間にナメクジいますけども、カタツムリとナメクジはですね、唯一地上生活を、貝の仲間なのに、唯一地上生活できる動物なんですよ。なんて動物の中でね。もう思い返してください。タコ、イカ、海にいますよね。二枚貝とかも、まあ水の中にいますよね。まあタニシとかはまあなんていうかな。まあ水辺のその風に上がってくるけど、基本的に水の中にずっといますよね。このカタツムリは、水の中を捨てて、地上生活しているというだけでですね、他の仲間たちはみんな水中生活してるのに、このカタツムリは陸上に上がってきてるんですよ。すごないですか？まあ太古の昔にね、まあデボン紀とかそれぐらいに、まあ魚類から両生類に進化し陸上進出を果たしてね、まあ爬虫類とかなってって枝分かれしてってね、で我々にたどり着いたわけですけども、まあそれと同じぐらいですね、遥かなる冒険者っていうかね、もう素晴らしいんですよ。だから軟体動物で唯一地上生活をしてますから、軟体動物の中ではもうナンバーワンだし、オンリーワンの位置をカタツムリは獲得したんですよ。これはまあすごいよねみたいなね。で、二枚貝とかそのタコとかねイカとかはみんなエラ呼吸してるんだけども、軟体動物で、地上生活しているこのナメクジとかカタツムリはですね、肺呼吸なんですね。もう呼吸の仕方さえも他の軟体動物とは違うという点でですね、もうすごいですよね。で、そのカタツムリの祖先っていうのはですね、もう最も古い動物の祖先の一種でありますし、もう脈々とこうね、進化のバトンを渡ってきて、ついには陸上進出を果たしたというぐらいですね、カタツムリってもうめっちゃすごいんですよ。で、しかもね、カタツムリはね、生まれた時から殻を持ってましてですね、それもそれですごいよね。まあ、だから生まれた時から大人と同じ格好をしてるんですよ。で、生まれた時から、まあね、
殻を持ってるので、成長とともに、あの殻がね、大きくなるんですね。うん。で、このね、カタツムリの、まあ、殻なんですけども、まあ、主成分が炭酸カルシウムなので、カルシウムがね、必要なんですよ。で、他の貝とかは、海水とかにいるね、貝とかはですね、水中のね、カルシウムを取り入れればですね、まあ、貝の貝殻のね、栄養分になるので、まあ、別にそのカルシウム不足にならないんですけども、この地上生活、陸上生活しているカタツムリはですね、成長とともに殻が大きくなるから、カルシウムが欲しいんですよね。で、カタツムリをね、よくね、コンクリートの壁でよく見かけると思いません？何か知らんけど、ブロック塀に集まってるな、みたいなね。うん、っていうのをよく見かけたね、方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、あれ何してるかっていうとですね、あのね、コンクリートに、まあ、含まれるですね、まあ、ブロック塀とかコンクリートに含まれるですね、カルシウム、要は殻の材料になるカルシウムをブロック塀やコンクリートから、まあ、摂取しているわけなんですね。うん、だからまあカルシウム不足だからね。なので、あの、ブロック塀とか、あの、コンクリートに集まっているのは、その貝殻を作るカルシウムを補給していると。まあ、いうことなんですね。でも、これはですね、ちょっとね、詳しくどんどん調べていくとですね、まあ、科学的にね、立証されたわけじゃない、証明されたわけじゃないので、そういう説があるというふうに、まあ、とどめておきますけども、でも、まあ、ね、陸上生活する上で、まあ、カルシウム不足で、まあ、貝殻でかくなっていかなければならないから、まあ、そのコンクリートからカルシウムを摂取しているっていう説は、まあ、ある程度信憑性があるのかなっていうふうに私は、まあ、感じてるんですけども、まあ、コンクリートにね、たくさん苔とかも、うん。まあ、こびりついておりますから、まあ、その苔食べてるとかいうのも、まあ、わかると思うんですけども、それと一緒にコンクリートからカルシウムを摂取してるのかなっていう説もですね、まあ、割と、信用してもいいのかなというふうに、まあ、思ってますかね。まあ、その、カタツムリね、歯ないように思うかもしれませんけども、歯に舌って書いて、歯舌っていう器官を持っててですね、まあ、横並びっていうか縦並びの一列に並んだね、歯を持ってますので、まあ、そういったもので、結構いろんな、もう、所狭し、別に、あの、なんていうかな、アジサイの葉っぱしか食べないとかじゃなくて、ところも、手当たり次第ね、葉っぱを食べるっていうね、特徴もあるので、まあ、そういった、ね、他の軟体動物はもうそもそも陸上に上がってないから、陸上に上がってもブルーオーシャンだから、なんかややこしいね、海から出てんのにブルーオーシャンみたいな言い方するとなんかどっちやねんって感じかもしれんけど、まあ、そのね、占有できるわけですよ。ね、葉っぱ、ところ狭しとね、もうこんな谷地とかそんな食べれへんから、それぐらいですね、もう本当に遥かなる冒険者ということで、もう素晴らしい進化の果てに誕生したと、軟体動物のね、もう本当にカタツムリすごいなということと、あのコンクリートに集まっているのは、まあ、もしかしたらその殻を作るためのカルシウムを摂取してるんではないかと、まあ、いうことでね、まあ、一つね、取り上げてみてもね、カタツムリね、まあ、非常にまあ面白いね、生活をしておりますし、もう進化の過程でも驚異的な進化を果たしたというカタツムリね。で、まあ、一年中、まあ結構複数年いきますし、日本だけでも800種ぐらいいるので、まあ結構ね、多様性あるんですよ、カタツムリね。で、基本的にね、乾燥に弱い。夏に弱い。で、冬も弱いっていうことで、基本的に一年のね、半分以上はね、冬眠、夏眠、まあ、夏に寝ること仮眠って言うんですけど、夏に寝るって書いてね、眠るって書いてね、うん。まあ基本的にまあ寝てるんですけども、雨上がりとかですね、まあ湿ったところが好きなので、まあそういったところ、木の影とかね、基本的に夜行性なので、あんまり昼間見ることはないんだけども、うん。まあ、ローライトの環境とかですね。まあ、夜行性で、まあ、夜になったら動き出すんですけども、まあ、そういったね、まあ、日中動くと鳥に狙われますからね。うん、なので、まあ、そういったね、その、生存戦略と、軟体動物なのに陸上生活してるということで、まあ、素晴らしい形もね、今度ね、雨降りの日に見かけてみたらですね、すごい。この驚異的な進化をですね、自分の今目で見れるということね、もうちょっとね、感動してみてはと。いうことね、よう頑張ってんなっていうことをちょっとカタツムリにね声かけていただければ私としては嬉しいかなと思いますので、ぜひねよろしくお願いしますということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さよなら、バイバイ。